僕らの別荘。チョコ。待ってるわこいつ。石井どうしたんだ。石井。誰？ロリ神です。ロリ神？ロリの神と書いて。うん。粛清ロリ神レクイエムの。さあ。あの PV から出てきたの？さあ待って。そうなんですか。聞いてくれてんの？いやまあ、そう回ってくるね。嬉しい。いろんなこうなんかバージョンとかも、人が踊ってるやつもめっちゃ見るし、カバーしてるやつ、ね、カバーしてるやつもいるから、うん、足すごいっすね。あのね、結構ダンスでどんどん太くなっちゃってて、まあそうなんだ。ここがやっぱちょっと。5枚じゃないですよ。5枚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 。5
ライブとかないんじゃないか別にその。え、ここで？ここで？うん。でもライブって言ったらでも1曲しかないでしょ。あるよ。え？他何歌う？いや、ちょっと特別に教えてよ、それは。天上げ極上レクイエム。粛清のりがみレクイエムのアンサーソングみたいなこと、うん、そんなんあんだ。突き出すやつ。突き出すやつ、あその特別に披露する。でも2曲しかないじゃん。2曲しかない。あ、2曲しかない。かわいいな。かわいいな。かわいいか。こいつかわいいな。さあ、待って、待って。宇宙で結果。5、4、3、2、1、1。いやいやいや。それが2曲目。2曲目。でも、極中でテンポしちゃってるから。結局ね。捕まっちゃってる。捕まってない。さあ、待って、待って。極中でテンポ。法律が許してないんだよ。捕まっちゃってるの。私はいいのになじゃないよ。何歳だよ今。8。小2ぐらいかな、うん。結構最近忙しくて、うん、全然学校行けてなくて。あ、まあもう芸能人なんだ。お友達とも会えないし。あ、そうなんだ。国も覚えられない。小2で覚えるよね。このままじゃ。危機感が珍しい。何よ。このままだと、うん、ククが覚えられない。困ったね。このまま売れてると。事務所とかあるの？あるよ。事務所どこなの？え、獄中。網走。網走？え、事務所？事務所？刑務所だよ。刑務所？うん。でもあの一室だけ私の部屋なんだ。捕まってる。お前が獄中にいるのおかしい。どういうかしな。触った人が獄中に入るってことだから、うん。でも触ったけど私も触っちゃって。相手のことを。粛清しに来た。今日は粛清しに来た。
全部乗っかってくれる。粛清、粛清できるものあるからな、この家に。お腹空いたから冷蔵庫開けていい。冷蔵庫開けていい。うん。うん、ん？え？ん？卵の賞味期限が切れてる。粛清！1、2、3、4、5、5個。ごめんなさいだろ。ごめんなさいだろ、絶対。5個数えたぞ。数えんのが粛清なの？なんでこれだよ、その粛清の仕方。死算もできるけど、掛け算もできない。結構やってないから。結構やって、結構覚えらんないよな。結構わかんない、うん。立ち上がってちょっと。うん、次、横向いて。え、うんこ漏らしてる。何？うんこ漏らしてない。え？お尻もこってなってる。こってなっちゃってる。どこ？いや、もうこれ全部、その辺全部これ。さあ、お前誰だよ。ちょっと出てきた。帰ってほしい。低い声とかじゃなくて、ゲップで返事したぞ。こいつ返事ゲップ？いかつ。次どこ行くの？どこ行くの？アリーナ。